ロザルバ・カッリエーラは、イタリア生まれの肖像画家である、ベネツィアで生まれた。母親は、ベネツィアンレースの職人で、カッリエーラは母親から工芸を学んだが、家業はレースから造毛を使った鍵タバコ入れの制作に、展示、小サイズの肖像画を描くことになったとされる。25歳の時、ローマの画家組合、アカデミア・ディサン・ルカに加入した。年になって、 ベネツィアでフランスの投資家で美術品収集家のピエール・クロザと知り合い、クロザの勧めで家族と1720年にパリに移り、パリでカリエーラのパステル画による新しい肖像画のスタイルは大きな成功を収めた。フランスの王室から36点の肖像画の注文を受け、その中には国王類15世の肖像画の注文もあった。 カリエーラは妹たちに手伝わせて多くの肖像画の注文をこなした。1720年には王立海画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。パリでの成功にもかかわらず1721年にはベネツィアに戻り、その後1723年にモデナ、1730年には6ヶ月間ウィーンで働いた。ウィーンでは皇帝カール6世の注文や支援を受け、 当時王女であったマリア・テレジアに絵を教えたとされる。1750年代になって視力を失い、1757年にベネツィアで亡くなった。ありがとうございます。